どうも、ラオチンです。メガテン5やっていきます。よろしくお願いします。さあ、今日はこのキャラクターを育てましたので使っていこうと思います。ベルゼブブですね。とにかく強いと思います。まず何が強いか、耐性がいいんですよね。火炎無効と物理反射、これは入れてはいるんですけども、その他の耐性が結構揃ってていい感じです。で、ステータスですけども、力以外を999まで上げております。で、ベルゼブブといえばユニークスキルがとんでもなく強いんですよ。アクティブに特定の種族がいないとき、自身が使う能力低下効果が2段階になるっていうやつですね。ランダマイザが一気に敵の能力を最低まで下げてくれます。これは使える。で、スキルはこんな感じにしております。使用の壮烈、使用の壮烈って呼びますよね。で、ランダマイザー、プレロマを2つで、延長強化台、これを入れてますね。で、奈落のマスクに、無効反射を2つという風にしております。さあ、それでは使っていきましょう。それでは連続戦闘いっていきましょう。難易度はノーマルの創生となってますね。まずは一発目からランダマイザー打ち込んでいきます。これによって全ての能力が2段階ダウン、これ最高ですよね。今までは芝居出てたんですけども、芝じゃなくてベルゼブブでも全然これはいいと思います。はい、まあこの時の戦いだけなんで天中殺入れていきましょうかね。天中殺は強いんだけども MP 効率が若干悪いっていうのが弱点です。当たるかこれ。あ、当たるね。 OK、 強いけどね、衝撃属性なので耐性には注意ですよね。万能はこういうことを考えなくていいんで、それはそれでいいんでしょうけども、この火力は捨てがたい。とにかくランダマイザーを一発目に入れていく。はい、もう全能力がね、もう下がっちゃえば敵がものすごく弱くなるっていうのがいいよね。 OK、 やっぱり高難易度になると結構能力低下っていうのが重要になってきますんで、ベルゼブブは強いで、さらにプレロマー2つ入れてるんで、これがねいいダメージ出すのよ。はい、次、全体攻撃っていうのも素晴らしい。雑魚戦でも使えますね。で、ベルゼブブはMP が他のキャラに比べて多めなんですよね。そこがいい。 MP 多めは本当に使える。さあ、天中殺、ルシファー入れるとかなりクリティカル率が上がるんでいいよね。まあ運は999まで上げてるんですけど、運999プラスクリティカルアップ、これがすごくいい。死なてよ。いけ。では、これそんなダメージないんだただデバフ付きなんですごくいいですね。ではこれでフィニッシュいけるか。天中殺、まさかの間違いない。はい、ということで今日はベルゼブブを育ててみましたので使っていきました。とにかくユニークスキルのビヨンデッタ、これが有能すぎる。ランダマイザが一気に2段階下げるっていうのですごく使えますね。そして火力も抜群にあるっていうところがいいと思います。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。